もうだいぶ完成に近づいてきたんですが、今日はですね、まずチェーンをね貼っていきたいと思います。そしてね、あとフレームの周りにね、まだちょっと細々としたね、この、配線とかね、チューブだったりをつなげたりとかするね、そういった作業もあるので、そちらの方をね完成させていきたいと思います。ではね、チェーンを作っていくんですけど、この連結タイプのねチェーンをオプション部品として購入してきました。結構ねこれいい値段するんですよね。私もちょっとこれ作るの初めてなんですけど、どんな感じで仕上がるのかね、ちょっと気になりますよね。一応作る工程としては、このね中に付属しているこの細かいねチェーンの一つ一つを XF56 のメタリックグレーで、全部塗装していきます。でね、その後にこの辺のこのチグを使っていくんですけど、こんな感じでね部品を一つ一つ並べてって、でここにねパイプのこのスリーブがあるんですけど、これをねこのちっちゃいピースの中にね入れていくみたいですね。で最後にこのチェーンの表面かな、このもう片側の部品の方ですね、こちらの方を押し込んでって一つのチェーンにするみたいな作りになってますね。じゃあまず塗装から始めますか。部品がね細かいのであんまり意味ないかもしれないんですけど、一応ね下地にサフェサエボブラックを塗装しておきます。はい、次は XF56 のメタリックグレーですね。はい、塗装の方が終わりましたので、ちょっと部品を切り出して小分けにしていきたいと思います。このスリーブの部品をこの小分けしたね瓶の中に移していきましょう。まず作る前にねこのチェーンのねこのコマ数を確認していきたいんですけど、とりあえず一旦ここをスタートとして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9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 3,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
とりあえず一旦40コマ切り出していこうと思ってるんですけど、なんかねちょっと微妙にこの元々のキットの方のねチェーンの方が幅が広いような気がするんですよね。で、部品を切り出していくんですけど、どうしようかな。まずはこれからいこうかな。はい、では組み立てていきたいと思います。まずはねこの外側のねチェーンをこんな感じで並べていくみたいですね。でですね、次に先ほど入れたねこのチェーンとチェーンの間にこのジョイントの部分が入っていくんですけど、
これなんかね、部品に方向性があるみたいで、これね、こうやってテーパーがかかってるんですよね。で、穴のテーパーが細い方がね、チェーンの外側に向くようにつけるみたいですね。ちょっとよく見ないとわかんないんですけど、ちょっと微妙にね、テーパーがかかってます。で、これを外側でしょう。で、これはこっちだな。よし、入れ、ここだ。いやー、これなかなか地味な作業ですね。疲れますね、この作業は。そしてこのアルミのね、スリーブをこの穴の中にね、通していきます。これもまたね、部品が細かいんですよね、なかなか。はい、今ね、ちょっとパイプを全部入れてみたんですけど、で、この上にですね、またさらにこのジョイント部分のチェーンを入れるんですけど、これがね、これもまたさっきと同じなんでテーパーになってるんですけど、テーパーがね、狭くなってる方を今度は、こんな感じで上向きにしてつけていきます。テーパーの部分を上向きですね、にして部品をつけていきます。内側のね、ジョイントの部分つけました。で、最後に表面のチェーンをね、はめていくんですけど、これもね、よく見るとテーパーになってるんですよね。で、これもね、狭い側の方がこの表面に向くので、今のこの位置で言うとね、この上向きにつくように入れていくんですけど、これは最後にね、一緒にこのランナーにくっついてたね、この部品を使って、フォークか、チグを使ってね、先ほどのこの乗っけた部品の上から、こんな感じで押し込んでね、チェーンを完成させていきます。はい、一応ね、今これ10コマ作ったんですけど、これをね、一応目標を40コマにしていきたいと思います。ちょうど今ね、40コマ分組み立てたんですけど、やっぱりね、このコマのね、ピッチのサイズが狭いみたいで、あとね、もう10コマちょっとぐらいは必要かもしれないですね。いや、なんとなくなんですけど、まあおよそね、同じぐらいの長さまで作っておきました。いやー、これね、結構地味な作業で大変でしたね。で、早速じゃあね、これをバイクの方に乗せていきたいと思います。で、今ちょっとね、乗っけるためにですね、この辺のチェーンカバーを一旦外したんですけど、で、ちょっとさらにね、タイヤも一回外していきたいと思います。で、これやっぱりこの刃のね、ピッチとチェーンのピッチがね、合ってないんで、ちょっと若干ね、浮いちゃってるんですよね。で、そもそもね、この刃がね、ちょっと若干太いので、今からね、ちょっとだけ薄くしていきたいと思います。で、これはもうね、単純にヤスリでですね、この表面の部分だけね、ほんの少しですけど削っていってね、薄くしていきます。まあ、さっきよりかは多少
隙間がなくなった感じはするんですけど、でもやっぱ根本的にねちょっとピッチがずれちゃってるんで、もうこれはもう結構どうしようもないレベルですよね。ただね、見た目はね非常にこっちの方がやっぱりすごくリアルに見えますので、このままねこのチェーンをつけて完成させていきたいと思います。まずはねこのチェーンをこのドリブンギアの方に入れていくんですけど、ちょっとね一旦チェーンをね、一箇所だけバラしておきます。でこのドリブンギアの方にね、チェーンを絡ましていくんですけど、あこっちはなんかねピッチ合ってるな、結構素直に回ってきますね。こっちは結構いい感じですよ。あ歯車から外れた。ではね、タイヤを元に戻していきます。で、ちょっとタイヤね、遊びを作っておいて、で、まずは、この上側の方のチェーンをですね、このチェーンを、よいしょ。これをスポロケットに引っ掛けていきたいんですけど、よいしょ、こっちへとこう、はい、はい、こんな感じですね。で、どこで止めるかなんだよな。で、このまま下で止めちゃいますか。あ、外れた。よし。で、ちょっとこっちのドリブンギアの方のやつがもう一回取れちゃったんで、で、これでチェーンを回していくでしょ。ちょっとこれあれですね、チェーンが長いかもしれないですね。ちょっとだいぶ余裕があるようなんで、どんくらい取ってきゃいいのかな。なんかイメージ的には3つぐらい外した方がいいかもしれないですね。はい、ちょっとね2コマ2コマぐらい詰めたんですけど、これでどうですかね。なかなか合わせるの大変ですねこれ。よし、あでもこれでいい感じじゃないかな。どうですか。あまあ悪くないでしょうね。一応ねちゃんと駆動もするんですよね。ただあんまねちょっと調子乗って回してるとねピッチが合わないからやっぱ外れちゃうと思うんで、これはねちょっとね止めといた方がいいかな、チェーンをね。ここはねもうエポキシパテであんまりね目立たないようにこのスポロケのところに塗っておいて、こんな感じでね塗っておいて、で回していきます。でこの辺まで来たら今度こっちのドリブンギアの方にもねこんな感じでつけておいて、で回していきます、はい、チェーンカバーをつけたいと思います。こうだな。よし。いやしかしこのチェーンよくできましたよね。すごいねリアルに仕上がってると思います。でね今回は
この辺のね配線とかチューブだったりとかまでね取り付ける予定だったんですけど、またね次回の動画でお届けしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。 Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。